桑野城は、徳島県阿南市、桑野町岡本にあった、日本の城、現在の満腹寺にあった。桑野駅から東に向かって、すぐのところにある。遺行は何もない。城主、東条氏は海、武田氏の流れを組み、東条信綱は、海守を名乗り天文連間に、桑野に来住し、八つの村を領有した。信綱の後を継いだ関の兵へは勢力を拡大し、 新海道前と戦いこのあたりの主導権争いをした。機内の栄城の桜などに参戦し、阿波の有力武将だったことが考えられる。天正三年頃に、長祖壁元近が阿波に侵入した時上主、東上関の兵衛は、元親に帰属し、元親は養を関の兵衛に与えて、身内とした。桑野城は、阿波信仰の拠点の一つとなった。天正五年の夏、 三好方の矢野春光森と、篠原ジトンらは三千兵を率いて、桑野城を攻撃した。しかし、長蘇壁方についた、一宮聖助は、長蘇壁の兵と共に、三好方の後方を脅かしたために、篠原ジトンは早々と逃げ去り、矢野駿が守るも追ってきた、と佐勢と勝浦川近くで戦い、上六時に逃げ込もうとした三好方を長蘇壁方は二百人、あまり討ち取った。 矢野春光森は船に乗って津田へ渡り、かつ水へ帰った。菅野兵衛は後西方上城主となり、天正十年に中富川の河川に、牛木右京の神、日とし井田島守る、四宮、日後守らと共に長祖壁方で参戦し、先行を立てた。阿波平定以後、木津上城主となった。天正十三年、豊臣秀吉の四国攻めの際に、 関の兵衛のおじ登場キー神が降伏しており、関の兵衛と家来の子5人を人質に渡して、傷城を解城。菅の兵衛は、土佐へ逃亡。この頃に、桑野城も廃城になったと思われる。なお、関の兵衛は、射程の登場ユイエモンと共に、元親によって処刑された。ありがとうございます。